マリリンと一緒。はい、始まりました。マリリンと一緒。インテーピング。本当だ。どうしたんですか。ボクシングでひねった。しかもさ、ボクシングでひねった後に卓球しちゃって、より追い詰めた。アグレッシブ。アグ。全国にいる男性の方々を代弁して言わせていただいてよろしいでしょうか。何ですか。どうやったらモテるんですかね、女の子は。モテたいの。それはモテたいかモテたくないかで言ったらモテたに越したことないですよ。そうだよね、そうだよね。シェイさんから思うモテる男の秘訣、ちょっと聞きたいなと。それで言うと、家康がすでに1個できてるのは、今日私のね、誕生日サプライズプレゼントでキティちゃんのラケットケースとラバー保護シールをサプライズくれたんですよ、イエスが。で、ついこの前、ああ、可愛いなーって私がポロって言ったやつを覚えててくれて、サプライズでプレゼントしてくれたんですよ。その時点でもう、モテレベ1じゃない。それでも、物でこのなんかやってる感があるじゃないですか。私も物っていうよりは、気にして見ててくれてたんだとか、覚えててくれてたんだっていう方が嬉しい。そっちかな。そこがなんかさ、男性のと女性のの違いな気がする。LINE のやり取り一つとってもさ、あ、それ聞きたい。うんって思うのは、聞いたことに対して答えは返ってきてないんだけど、話は続いてるみたいな LINE ってすごい多いと思うの。うん、何々どうなのの前にさ、その前のやり取りに対するお返事つけてたりして、で、追加で一個なんか質問したりとかするじゃない。で、その続いてるやり取りの答えは返ってくるんだけど、一番聞きたかった部分抜けてるとか、結局そのままにしちゃうみたいなことが続くと、なんか危ないのかなって思っちゃったりする。白井さん的に LINE って積極的に来る方が嬉しいものですか。私は積極的に来る方が嬉しい、っていうのが私結構止めがちなの。帰ってこないから送らないみたいなのは気にしないでほしいタイプかな。なるほど。帰ってこないことも深い意味はないって思ってほしいかな。大事、それはでかいでかい。多分それって帰ってこないんだで、萎えてしまう多分人結構いると思うんですよ、でもやっぱさ、その1日に大事な撮影とかでスタジオ入ってたら、あと電波が悪いスタジオにいたりとかする時ってバババって一気に届いて、今度ご飯行こうよ、いつ空いてるとかも結構なんか後回しにしてそのまま忘れちゃったりとかもするし、自分が幹事の約束事とかだったら割とまめにやるんだけど、 LINE になってから連絡部署になった感じある。へえ。で、白井さんって現場、そのいろんな数々のテレビだったり、いろいろ撮影現場に行ったりしてると思うんですけど、話をしてなくても、あ、なんかこう似てそうだな結構思う人って、顔以外に何かあると思うんですか。ある。私雰囲気から入るからさ、第一印象で決まってる全部。どういう第一印象がいつもはいいなって思える。初めて会った時に私が自然体でいられるかどうか。あ、やっぱ仲良くなる子ってすぐ仲良くなれるじゃない。そういうのは最初から、あ、この人大丈夫だって心を許せるスタートかどうかなの。じゃあ、簡単に女の子が思う、手っ取り早く、これだけはやめた方がいい、男性の仕草なのか、行動なのか。負の感情は態度に出る人。なんかイライラしてても眠くてもお腹空いててもなんか同じに見える人いるでしょ。そういう人は心配になっちゃって疲れちゃうから、あんまり感情が表に出ない人は私は仲良くないかも。楽しそうに笑ってくれる人とか、喜怒哀楽がはっきりしてる人は分かりやすいからすごい好きで、この人何考えてるのか分かんないなっていう人は苦手なのに、 LINE はめっちゃチョケるとかだったら OK だよ。どっちもさ、スンスンみたいな感じだとちょっと悪いかなみたいな思っちゃう。じゃあ2択で、顔があまりだけど面白いダンス、顔めちゃめちゃかっこいいけど面白くないダンス、どっち。どっちも良くない。前者の顔はかっこよくないけど面白い男性っていうのって、もしかしたらもう自分もさ、あんまり容姿に自信がないから、そのトーク力を上げて人を楽しませてって頑張ってるんだとしたらめっちゃ好感度高いし、顔がかっこよくって面白くない男性は顔がかっこいいからいいんじゃないって思っちゃう。頑張らなくてもあんまいなくない、顔がかっこよくて面白い人って。そんななんか二物与える、神は。まあそれはそうかもしれない、でもそれで言うとさ、さっきの話にまた戻るんだけど、何回か会ってて時間も長く一緒にいた人よりも、パッと会った瞬間、あ、なんかこの人合うなって思ってそっち行くことも全然あるよ。フィーリングってやつ、空気感。え、でも全部勘、ピーってくる。勘でしかない人生。勘でしかない人生。
いや本当にそう、だから自分の直感を信じてずっと生きてきたから。でもあったよ、若い頃は報われないのに頑張っちゃったりさ、なんか呼ばれたらすぐ会いに行っちゃったりとかさ、もうそういうのを一周して30代に入ってからは本当平和が一番と思う。異性関係は特になんか特別なことはいらなくて、もう本当優しくしてもらって癒されたい、ただそれだけって感じになってきた。よく言われがちなの、歌うまい、歌いずるいよっていうそのフレーズ聞いたことがある、どう思いますか？あると思う、あると思う、歌の力ってあると思う。もうそれだけで一個武器が多いわけじゃん。例えばスポーツもそうだし、まあダンスとかお芝居とかお勉強がすごいとか、みんな絶対一個はそういうさ特別なもの持ってる。全員気づけてるか気づけてないかっていうだけだから。匂い、あーやばいね、匂いってやばい、匂いこそファーストインプレッションじゃない。あれってもうだから動物的感覚だからさ、一概に言えないよね。同じ香水でもつける人によって変わるからさ。これはでも僕も正直すごいあって、女性の方とお会いするじゃないですか、まあ、この人いい匂いってなったら、引っ張られるよね。なんかね、わかるわかる。しかもいろんな風に感じない？なんかセクシーに感じる匂いもあるし、懐かしい匂いとか、あとなんかわかんないけど落ち着くな、この匂いとか。中学校高校の体育館の掃除した時に、女子の更衣室とか、冬の女性の匂いってあるんですよ、なんか多分わからないと思いますけど、たまんないですよね。私も男性の体臭好きだもん。みんなバラバラ。その肌から感じる香りってあんのよ。それはもう絶対に上から何重ねても変わらないもので。それめっちゃ気になるんですけど。それの合う合わないもめっちゃある。俺の匂いどうなんですかね。でもこんだけ一緒に行ってその不快な匂いは一回もないよ。冷静に助かる。冷静に。でも匂いはある。匂いだけで、まぁ、ちょっと大人な話になるけど、その時。匂いが好きっていうだけで高まる。匂いすごい大事だよね、そう考える。じゃあ次。食べ方っていうか、食。私本当にくちゃらーだけダメ。で、言えない。くちゃくちゃ食べてるねって。それが原因で、距離を置いた人は何人かいる。あ、そうなんですね、私が親だったら絶対やめさせるもん。箸の持ち方とか気になる。ちょっと気になる。あまりにも複雑な持ち方は気になる。うちさ、めっちゃ厳しかったの、親が。テーブルマナー、幼稚園の時からフレンチとか連れてくわせられて、外から使うんだよとか言って、カチャカチャ鳴らさないのとか言って育てられたの。嫌だったの、当時。でも今になって本当にママに関心してる。あとは、爪黒いとかね、とか小指だけ長いとかやるよね。なんか爪とか手元がやっぱ目につきやすい箇所だから、エチケットとして綺麗な人がいいかな。ギャンブルか。ああ、ギャンブルも私は割と平気かも。一緒に行くのは嫌だけど、まあ趣味の範囲内でなんか息抜きとか友達と行くとか、そういうんだったら全然どうぞどうぞって感じ。お酒でって何かありますか？お酒はでもないか。私お酒飲むタイプの人だけど、お酒体質的に飲めないっていう人と一緒にいるときは自分も飲まずにいられるから、それはそれでめっちゃ良かった、すっごくね、いいよ体が。それはそれで楽しめるよっていう、そうそう、記憶も全部あるし。あとは優柔不断な男性。私も結構男性といると優柔不断、判断委ねちゃうかも。でもバンバン決めてくれるのもありがたいけど、一緒に迷ってる時間も楽しい。あ、じゃあ今こうやってバーっていっぱい聞いた中で、総称、白石さんがズバリ言う、モテる男性の秘訣といったら、大きくまとめると何が一番？一番大事なことは相手の気持ちになって考えることかな。自分がこの LINE もらったらどう思うかなって考えて送ってるかとか、自分がこういう状況で相手からこういう匂いしたらどう思うかなとか、自分はこう思ってるから相手はどう思ってるかなとか、なんか一個そうやって一回引いて冷静になって考えてから言葉を発したりとか態度に出せる人はそれだけでスマートに見えるから、女の子が安心して会話したりとかお出かけしたりとかできる気がする。早速実践してみて。ぜひご報告お待ちしております。男性の方がちょっとご参考にしてもらって、気になる女性がいたらアプローチの仕方だったり変えて、どうにかなるか成功していただきたい。頑固が一番良くないと思う。自分が正解みたいな考え方は良くないと思う。では悩める男性の方々、今これを見てくださっている男性の皆さんが素敵な恋に恵まれ、素敵な男性としていろんな女性に魅力的な人だなと思ってもらえることが増えたら、この動画が生きたということになるんじゃないかなと思います。みんなファイティン、頑張れー。
チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。